お疲れ様です。今日はですね、こちら虚スキロイホグやっていきます。さあ、定期的にね、世界上位で使われます虚スキプラスの豚のデッキをね、今日やっていくんですけど、まあ進化がね、スケボンです。はい。でタワーがブラスターなので、まあ範囲攻撃ちょっと多めのゴーストマジネックダイナメットゴブリンですね。まあボンバーもヤナメもかというわけでやっていきます。なんか前はねトリトンかな、はい、結構入ってた気がしますが、まあなんか進化を消化しなきゃいけないので、なんかそういった部分でトリトンが弾かれましたね。なんかわざわざ進化1枚にしてまでトリトンを入れるかって言われると、まあ防衛でめちゃめちゃ優秀なんですけど、トリトンはね、まあ進化欲しいよねって言ったところで、まあ適当にカード裂きますか。基本的にまあロイホグで攻めるっちゃ攻めるんですけど、まあそれまではなんだろうな、そのロイホグで攻めるまでは虚スキプラスのマザネックとか、まあ、キョスケプラスダイナマイトゴブリンで適当に時間稼ぎして入れ強っ、適当に時間稼ぎしてからのよいしょ、卵も壊して、でこういうカウンターとかでよいしょ、ロイフグ飛ばせたらなおね、うい、あーゴースいかれた。まあこれ固めちゃってもいいんですけど、なんか固めないのもちょっとうざそうみたいな。はい、キョスケもね、いやーボンバーがねフルで入るかな、いいね。いやーこれ許容してもいい。えってかボンバー向きすぎだろ、浮気症ですこいつ。まあでも1600まで削れたのはいい話ね。という感じで、まあ普通にねロイフグ飛ばすだけだとカウンター来ちゃうんで、なんかキョスケプラスのなんか周りでちまちまちょっかいかけて余裕があればロイフグ飛ばすぐらいでいいかな。まあ虚スキの後ろにロイフグつけるだけでも強い場面はいっぱいあるとは思います。はい、まあダイナマイトゴブリンマジでこれでさっき走ってくれたんで、もう一回走ってくんねえかな。次進化ゴブジェなんでね、ちょっと怖い。だるいね。え、なんか美味しいカウンターになりそうじゃない。ゴーストの範囲でゴブリンが飛ぶ。いやこれ左ロイフグ行ってもよかったな、行けなかったな。なんかケアしてきそうだけど、なんかもったいないかいやなんかね丁寧すぎるんですよね多分俺がね。結構いろんな立ち回りできると思いますこのデッキは。まだも落ちるか。おい、程よく許容して耐えて勝ちます。ナイス。まあ勝てばいいんですよなんかキョスケの後ろに豚つけてもいいし、逆サイド行ってもいいし、ユニットをつけてもいいし、選択肢が広いでさえやれることは多いかな。でなんかブラスターなんで、まあ、対空ものすごい薄いんですけど、なんかまあその分陸で攻めて気合で頑張りましょうか。ヤギは親衛隊モジャモジャです。はい、モジャオくんね。これワンチャンロケコ、あーそれ強すぎるよな。ボイドプラスのヤナメかな、始まり親衛隊もある。これこれマザネク、あー一応ボイドで行かれんのか。あーあいつも邪魔だなマイティいるってなるとちょっとキョスケ輝きにくいな。行っちゃってもいいもん、こんな溶かす。あーまあでもそこにコスト使わせてキョスケ、え入ったくね、入ってないこれ。おい、まあ、問題はここを守れるかっていう話ね。近畿してもよかったなこれ。ロケ砲後からやる感じのゴーストねこれいやまあまあまあ許せるか。これゴブリン系なんでロイフからのヤナメでもいいんですけど、
怖い。いや、マイティものすごい邪魔っすね。俺視点、まあ、あれにやな、打っちゃいたいけどな。え、豚にしてほしかったの今。ここ耐えれるかな俺。うざ、ボイド打ってくるから。いやでも進化すけ、うーんきついよな。え待って、左の塔そう600とかになってる。これ全許容して、そのおられなかったら勝ち。え勝ちじゃねえや、677か。全然もう俺勝ったかと思ってた。そんな削れてなかった。やべだるい、マジだるすぎるこれ。今の相手の柳はやったと見た。これゴースト絶対対応しないといけないし。いやー神ロイホグや、これはよく我慢できました。うえー、いやまあ完璧に守るのはね、やっぱここ最近特にね難しいんだよな。よく耐えた。さあオーバーカズトで、カズトはまあなんかエレジャイとか使うけど、まあ今の環境だったらわかんねえな。お、さあドリルっすね。適当に拾って。まあロイム行っちゃってもいいな、これ一旦。まあテスラ、おぉ、マジやちゃか。え、でロイム今避けたぞ、相手のボムの攻撃。そんなことあんの？これ入るんかな？いや、スケでね、いいケアや。さあボムタワーね、いやちょっと厄介ね、ちょっとどころじゃない、だいぶ。その相手のドリルは防げるんですけど、別に俺の攻めが通るわけではないので、まあ難しいね。なんかで頑張んなきゃいけないっていう。走れ。いやこうなった時にタイブレイクで負けるっていうのがまあよくあるテンプレっすね。まあここボムないんで行くんすけど、普通にナイトプラスのトルネか。いやうまいね。まあこの1000ダメージもちょっと俺からしたらでかいっちゃでかいけど、こっからよな。結構絶望なのは、まあ、キョスケプラスダイナマイトゴブリンにねボムを使わせられたらでかいんですけど、そう簡単に使ってくれねえか。壊せねえな。なんか昔はこれにホバリングとか入ってたんでね、結構おもろかったんだよな。やばい、いやこのダイナマイトゴムリいいな。右進化ドリル来そう、まあ、マジエチャルっすね。ちなみにゲロ出そうもう出てるかもしんないぐらい。これマジで終わるっすね。キョスケたまたま、いやーまあこっからはもう今の
やり取りを無限に繰り返すだけなんで、正直何もすることもないしできることもないんですけど。で、まあ施設ないのと、まあ、呪文もやなめなんで、なんかまあこのデッキの宿命ですね。これは勝つのはどうすんだろうな。進化スケでドリーム。いや、ホバとかあったらな、めっちゃ欲しくなるけど、もう現環境はね、あんなカード生きていけないですからね。ホバとか弱すぎて。さあ、まあ行かれますよっていう。はい。まあ無理ゲーっすね。ペッカとかのマジアチャならね、まあ話は違うんですが、こういうなってくると厳しい。うん、まあしゃあないマッチっすね。ボムだし。意外とそのボムタワー1個とかのデッキにはね、マザネクで事故らしたりとか、まあキョスケプラスのでね、流れを変えたりとかができるもんですけど、さっきのは やばいな。そんな事件じゃなかった。ミニペイいそうっす。ホグだと思います。で、ミニペッカがいるんすよね、多分。うん。いやまあ、ロイホグは、やや刺さります。マジでややか。なんかジャイ系にはね、このデッキだいぶ優秀なんですけど、ホグとかは完封できないんでね、ちょっと痛いな。後ろ虚数系からいくか。事故一回事故ればね、なんとかなると思うんでね。美味しいな、このホグは。アイゴレ誘導もある、ミニペもある。でもそれ強すぎんな。やばい。やばい。いやー、それ強すぎるの。いや、まあ、そやば、終わったな。クエイクってそんな豚止まるんや。今みたいなマッチ引くとな、すげえトリトン欲しくなるっすね。まあでも進化をそのためになくすかと言われるとまた難しい問題で、ゴーストはね
優秀なんでね、欲しいっすね、こういうデッキにはね。守れたとしてもね、削れなきゃ勝てないんでね。で、今回のディスケロよ、ちょっとめんどい。マザネクいるんですけど、なんか流れが元気もあんまされたくないし、檻咲いたんで回ってるかな。ダイナマイトゴブリンまで行っちゃいます。だから簡単に金起動されるのが嫌なんで、まあまあまあ、いったー。いやまずいな、アイスイズライトニングも欲しいな。いやこの敵、いやまあ進化ボンでね削れますんで、まあこのダメージぐらいは仕方ないでしょう。ナイト、相手は進化ナイト進化降りかな。さあベビードラへの対抗手段が少ないんですけど、まさにこれ出すか。いや ほどほどのちょっかいで、俺の豚が、いやアイスイズも檻もコンビニ強えな。全然削れねえやねんか。宝石が良かったな。でかいこの削りでも。いや、キョスケの後ろの、いや、マジでかい。さすがにスケラには勝てんのか。いや、斜め削りで、ボンバー回す。もうこんなネチネチしか戦えない、俺も。負け筋ではあれが削ったって。おい、進化ボンバー壊れすほぼボンバーか、こんなん。相手の守りカッチカチやな。まあ今結局進化で何が強いってなった時に、まあボンバーなんでね。なんかエリゴレハムザ、おー違う、新エデモジャモジャや。
もじゃおくんや。多いて。そんなにええやろ、この試合も。ちょっときちいし。もうだるいな。で、ダガーでね、攻めるだけ攻めて、あとはダガーで全回収と。マジで嫌われる、その攻め。え、ごめんな、ボンバー。まあ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 、あんたが攻めたからね。今のロイフグ行ったら刺さるんですけど、カウンターのマイティがちょっとだるかったな。新兵隊の後ろのオールブレイカーにヤナミ使いたいな、正直。いやー、行ってもいいような気したけどね、行かない方がいい気もした。やばい、音がすごい、なんか悲しくなる音してる。えぐい、その攻撃10割できすぎん。もうちょっと防衛もしようや、このゲーム。え、待って、やばい。あ、うわぁ、うわぁ、もういいよ、もじゃもじゃはいいって。あ、マサネクいるんでね、まあ、マサネクいてこれか。でもノースキル。まあ今の試合もだし、なんかキョスケもうちょっと頑張ってくんねえかな。うわぁ、嫌なれ、呪文が。いや、これあれかもね、コカッちゃんの呪いレイジの可能性もなかったっす。チンパンゴブジェイ、プリプリレイジ、ジージーズって。やばい、あれがない。気をつけほしい。まあ行くけど、カウンターもちょっと怖かったり。キョスケとかはな、マジ進化したらだいぶ化けそうだけどな。キョスケの進化結構嬉しいな。なんかそんな使うわけでもないんですけど、結局キョスケなんか大型に強いしね。リゴレ嫌いだし使いたい。最強時代ありましたからね、キョスケもね。キョスケロイホグ、キョスケロイジャイ、キョスケスケラ、キョスケバルーン、キョスケホグ。なんだかんだ何のデッキにでもまあ入れれるっちゃ入れれるんで、巨大スケルトンも。キョスケが強くあるのは嬉しかったんですが、今はマジ見ねえな。これ相手トリトンもいるっすね。トリトンが嫌すぎるな。蓋してよかった。
えぐ。まあまあ消えるのでか。これキョスケの前に豚行け。まあ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 、いや左のゴースト目消えてる。よしよし、それは勝ってからにしろ。相手ライトニングス。ちなみにすぎん縦線。いやーこのボンバーは結構良かったり。うい、オブジェ体力多くね。あ、ボーラーいたのか。やべえこれ絶対逆サイだったわ。ライトニングじゃねえよこれ。え、頼むの祈りが通じたか。おぶんな、左ロイフグやってもうたっすね。もしロイフグを飛ばさないのがだいぶ強いか。さあというわけでこちらキョスケロイフグっすね。まあキョスケがね今ものすごい強いわけではないのでちょっとなんとも言えないんですけど、まあ、早く進化来てくれたらねこいつも相当化けるんじゃないかな。というわけでこちらのねキョスケロイフグ皆さんもやってみてください。チャンネル登録もおっしゃった、おっしゃったまでに。